僕。え？あっちの世界には。タクマ、どうしてそんなことを言うんだ。仕方ないじゃないか。もう限界なんだよ。あっちの世界にさらわれてから僕だって必死に頑張ってきた。それは全部ここに帰ってきたかったからだ。なのにまたあっちの世界に戻れっていうの？それはみんな一緒だと思う。だからこそ今たくまさんの力が必要で。僕はそんなに強くない。なんでそんなこと言うんだよ。たくまは弱くなんかない。それは一緒にいた僕が一番知ってる。だってずっと一緒に戦ってきたじゃないか。それはアグモンが強いだけだよ。僕は何もしてない。そんなことない。僕が強いって言うならそれはタクマのおかげだぞ。そうだよ、アグモンが強くなるのはタクマさんとの絆のおかげで、それはタクマさんの心が強いから。だからこそアグモンは。それは。大丈夫？事故があったってニュースを見て心配してるのよ。連絡ちょうだいね。本当にごめん。僕はどうしても母さんの元に帰りたい。だからも。そっか、そうだよね。たくまさんの気持ちも考えずに。雪のせいじゃない。僕、ごめん。いいんだよ。タクマが一番したいことをしてほしいから。違う、本当は僕だってアグモンともっと一緒に。でもこれでバイバイなんだよね。大丈夫だよ、タクマ。心配しないで。僕たちが必ず何とかするから。主を倒して世界を守ってみせるよ。あっちの世界は僕のふるさとだしね。だから、タクマはこっちで。みゆき、そろそろ行くぞ。そうだね、アグモン。じゃあな、タクマ。元気でな。タクマさん、お元気で。アグモン、アグモン、アグモン。
忘れ物ない？うん、大丈夫。さっきもちゃんと確かめたんだから。だってタクマ、お弁当忘れて遠足に行って泣いて帰ってきたことあったじゃない。やだな母さん、それ何年前の話だよ。もうここへは帰ってこられないのよ。大丈夫なのね？うん。お友達とも それじゃ。ねえ。何？僕。当たり前じゃん。世界が。バカね。大丈夫よ。そっか。さあほら。うん。